はい、皆様どうも、本日はこんなアプリ遊んでいくぜ。卒業3年 D 組。どんなアプリなのかと言いますと。ここ、3年 D 組の先生となって、生徒たちを無事に卒業させてあげるゲーム。お、授業を選択してくださいだって。現在選べるのは基礎、体育、自習の3つの模様。基礎は気力を上げれて。体育は体力アップ。自習はやる気アップ。どうやら各生徒に能力があるみたいだな。まあまずは無難に基礎から行くかな。なになに、質問してきたらタップでスキルアップ、サボっていてもタップでやる気アップ。要するに先生としてしっかりした授業をやれってことね。ってなんか大人いと思ってたら、無音の設定にしてました失礼。さあ、しっかり教室を見渡して、生徒の質問にはどんどん答えてあげないとな。居眠りも許さーん。なんか、前にやった帰宅部ってアプリにちょっと似ているな。あ、それちょっと思いました。見ていない方はぜひ、なんと現在112万再生、帰宅部総集編見てみてね。で、これが授業時間みたいです。次からはここの授業風景はどんどんカットしてテンポよく進めていきますね。初回だけ、何か起こるかもってことでもう少々授業にお付き合いください。先生、ちゃんと仕事してるぜ。さあ、もうすぐ授業終了。おし、終わったみたいです。生徒の前に出てきたのは、コイン。おお、お金だ。なるほど、これで新しい授業買って解放したりするんだなきっと。ここでちょっと、クラス名簿覗いてみよう。生徒は全15名。なんか変な指導をすると不良だらけのクラスになっちゃう可能性も。どんなクラス、生徒になっていくかはこれからの指導次第だな。おお、そしてこんなに細かく能力設定が。一番下の能力、悪っておいおい、ここ伸ばしたら絶対不良コースやん。現状はまだ始まったばかりなので全員普通状態みたいね。ただ各能力値は各生徒によって多少のばらつきがあるようです。おっしゃ、じゃあそろそろ続きを、お次は体育で体力でも上げておこう。校庭でみんなジャージでみんな同じ顔、状態が変わっていったら見た目も変化するのかな？そしてやはり、貯めたお金では新しい授業など買えるみたい。ってことで早速モラルアップのボランティアを解放。すぐにボランティア開始だぜ。もうここはちょっと映してどんどんカットしていきますね。1学期、残り1日で再び基礎、知力アップ中。この授業が終わったとこで、一人の生徒に変化が。ガリベンになったー。おお、ちゃんと状態もガリベンに。そして一気に知力がめちゃ上がった。現在の知力、91。参考までに普通状態の生徒は。知力、48。やはり能力値によってどんどん状態が変わっていくようですね。これは今後の変化が楽しみだってことで、1学期ラストは自習しております。ここで授業追加、魅力アップの音楽解放。そして1学期終了後、なんか始まったぞ。クラス対抗イベント、体育祭、学力テストでたのクラストバトル。ぐ、体育祭か、体力の能力はあまり上げてないぞやばい。うっわ、敵の一撃のダメージ大きすぎ。残念負けちゃったみたいね。なるほどな、でも大体把握できたぜこのゲーム、なかなか面白い。ということで次回以降、素晴らしいクラスを目指し2学期、3学期と頑張っていきます。それじゃあまた次回お楽しみに。3年 D 組、ぬっしー先生。はい、本日は卒業、3年 D 組2回目やっていくぞ。前回、出席番号11番、石川くんが覚醒。普通の生徒からガリ勉生徒に進化。さあ今日からは2学期開始、他の生徒はどうなっていくかな？まずはね、学生の基本はお勉強、知力アップの基礎授業を行っております。学力テストがあるみたいだから、連続で基礎の授業、やってみてるぞ。あ、ここの変化で次の授業に行ってるとかわかります。さあ授業終わりまでカットしてテンポよく進めるぜ。2連続で知力を鍛えるも、特に変化する生徒はいないわね。ここはもう徹底的な知力アップ、3連続基礎授業行っちゃいますか？それもありだなってその前に前回気づかなかったが。授業、裏社会ってなんすかー。はい、悪の数値を上げる授業の模様。こんな授業やるかってことで基礎の授業レベルアップします。ってことで強化した基礎授業、早速やってみた結果。
授業風景、見た目とかに変化はなかったが。おっとおっと、大量の生徒が全滅。めっちゃガリ勉増えたー。レベルアップした基礎授業、効果抜群です。ちょっとガリ勉ばっかでもバランスが悪く良いクラスになるか不安だが、ここまで来たらカオス、クラス名と全員ガリ勉ってのも見てみたい。ちょっとここでクラス名簿、確認。ガリ勉1。ガリ勉2。ガリ勉3。ガリ勉4。初代ガリ勉石川くんで6、そして7。15人目もガリ勉でクラス、半分以上ガリ勉8人に。推し、ここはこうなったらもう指導、クラス全員ガリ勉計画。さあ、全員ガリ勉になっちゃうか？さあさあどうだ？全員全滅きたー。はい、できました。クラスメイト全員ガリ勉カオスクラス。すごい光景。さすがに勉強させすぎたので、体育の授業を強化してと。はい、全員ガリ勉体育の授業です。に、似合わないガリ勉フェイスと体育のジャージが、似合わない。それな。てかさっきから体育なのに、教科書開いているような。ちょっと勉強マンにさせすぎたか。前回、普通状態の生徒ではおしゃべりだった。こういう変化探すのも面白いな。さあ、体育終了で今後の方針はどうする？とりあえず授業科目を増やして。センスを上げられる技術追加。あとは運を上げられる四つ葉のクローバー探しってどんな授業？お、美術やってみたら先生、パレットと筆持っております。結構いろいろと細かく作り込まれております。そしてあっという間に2学期ラスト、この後に控える学力テストに備え、最後の追い込み、知力を上げるために基礎の授業で締めくくり。ガリ勉たち、どこか体育の授業より全然生き生きしているような。さあこんだけ勉強したんだもの、学力テスト、ライバルクラスに勝てるだろう。ちなみに知力にご注目、全員それなりに数値が上がっていますが。大体みんな、200前後なのか。初代ガリ勉石川くんだけ563エグい。これはもううちのクラスの学力エースだな。そしてついに学力テスト、決戦の時。まずは打倒3年 C 組。お、これは余裕で勝てそうじゃないか？おしまいじゃあ。よし、C 組を倒したぞ。お、順位上がった。そしてお次は B 組とのバトル。これはちょっと厳しそうだな。勝てるか微妙な感じ。次のアタックを耐えられれば。お、耐えた。これはもらったー。B 組も撃破し順位は2位。ここで最強 A 組登場。さすがに連戦で勝てないな、ここは。まあまあ、この負けはしょうがない。基礎授業の成果がめっちゃ出る結果に。ってことでクラスメイト全員ガリ勉になってしまった B 組。次回3学期、卒業まで見守るのでお楽しみに。はい、皆様どうも、本日は前回まさかのクラスメイト全員ガリ勉になってしまった卒業。ってことでバランス悪い。悪の授業を購入。早速やってみたらまさかの先生役まー。悪の授業を真面目に受ける、ガリ勉集団。こんな感じで3学期は全部、悪の授業やってみたのですが、全員ガリ勉は変わらず。そして1年目の生徒たち、卒業。なんか能力によって進路、就職先などが変わってくるようです。佐藤、卒業おめでとう。なんか歌始まった。てー。フリーターになってしまった。同じ名前、高橋くんもフリーター。はい、3連続フリーター。いやね、別にフリーターが悪いとか、全然そういうわけじゃないんだけども。どうせならお、君はお医者さんになったか、君は教師、君は消防士か。みたいな楽しみ方をしたかったけど。一年目の授業レベルじゃまあこれが限界って感じかしらね。あ、一年目に購入した授業、レベルアップした授業などは、二年目以降も引き継がれますちゃんと。やはり全授業開放してレベルマックスまで上げて、そこからがいろいろできるスタートラインかな？
ここで6連続フリーター、この流れは全員フリーターっぽい。いや、一人だけ学力ずば抜けていた出席番号11、石川くんなら何か他の職に。石川、君に託したぞ。はーい。結局全員フリーターでしたよ。押し決めた。2年目はひたすら悪の授業、全員不良無法地帯クラスにして。マジか。この2年目で全授業レベルマックスに、3年目から真面目に考えてやっていくぜ。作戦通り全授業レベルマックスはできたけども。まさかの悪の数値上がりまくったのに全員どころか一人も不良ならんかったー。なぜだ、この竹内なんか悪えぐいのに。このゲーム、思ったよりも単純じゃない？そして1年間悪だけを鍛えられた生徒たちの進路は。悪の手下すまん2期生のみんな、3期生のための犠牲に。これは全員、悪の手下コースかな？いや、他の子たちよりも悪の数値が2倍以上高かった竹内だけはもっとヤバいかも。原田すごいぞお前、このクラスでこの1年で悪に染まらなかった。まさかの悪だけ教えてもフリーターになる子が、そして悪の数値が異様に上がりやすかった竹内くん。生徒一人一人、ちゃんと細かく個性があるのが分かった。3年目はもっと一人一人の能力値、能力の変化などなど、詳しく観察し。では、竹内くんも普通に悪の手下。勉強が得意な子、運動が得意な子、芸術センスがすごい子、正義感の強い子など。いろんな子がいるバランスの良いクラスにしていきたいですね。あ、もちろん不良生徒も見てみたいけども、今回悪の授業やりまくっても誰一人変化しなかった。おそらく不良になるには悪の数値と、他にも何かの数値を上げる必要があると予想。弱っちいなよなよは不良のイメージに合わないので、体力とかの数値も必要かな、なんて思ってます。あとは魅力も必要かもしれん。不良はある意味魅力的。ってことでここまで2年で卒業生全30名のうち、16名がフリーター、14名が悪の手下。3年目は絶対もっといろんな進路に立派に進ませてみせるので、お楽しみに。はい皆様どうも、本日は勝負の3年目、卒業、3年 D 組です。今回こそ卒業生たちを立派に、いろんな職業に就かせてみせるわ。授業レベルも全マックス、準備は万全。推し、まずは生徒の把握から行くぜ。出席番号1番、佐藤くん、知力が最初から30超え。これは高いんだよな。次の子は12、やっぱかなり高めね。勉強が得意な佐藤、把握したぞ。さあ、他に何かの能力が高め、そんな子がいないか探しております。吉田くんも特に目立った能力はないわね。福田くんも同じような感じ、高い数値の目安として20以上は最低ライン。でまさかの出席番号7番中野くん、悪の数値が最初から33、不良候補か？中野、悪い子、覚えたわ。お、西村くんは運が高いですな、運の能力がどう影響するか不明だが。石田くんは平均的、普通ですね。お、中山くんは魅力が高め、これは面白い進化に期待。原田は良い子、モラルが高い。真面目な職についてくれることに期待。そして高橋くん再び参上、体力高いな、このクラスのスポーツマン決定。こうやって見ると、結構個性がある子が揃っている感じね。ラスト斉藤くんはセンスが高い、芸術系の職についてくれるかな？ってことで多様性、いろんな子がいてバランスの良いクラス、様々な卒業後の進路を目指し3年目、やっていくぜ。まずは基礎の授業、知力を上げて検証したいことが、っていきなり勉強得意佐藤が、速攻でガリ勉になったよー。知力、一気に96もアップ。参考までに他の子の能力アップ数を見てみると、検証したかったのはこれ。やはり、能力のアップが少ない。各生徒、得意な能力は伸びやすいみたいだな。これでより計画的に進めていけるぜ。ってことで体育で体力を上げてみると。クラスのスポーツマン、名前一緒の高橋くんが。マッチョなったー。状態、そのまんまマッチョて。得意な体育、体力も他の子より大幅アップ。これでいろんな生徒の状態を狙い通りに進化できそうってことで。ボランティアでモラルアップ、モラル高かった原田の進化を期待。と思ったが何も変わらずでした残念。今度は運をアップ。おい高橋制服破いたらあかんでしょうが。まさかのマッチョってよ、誰かが。このお姿はまさか。運が高かった西村の運を上げたらなぜか12秒になってもうたー。
サボり方も生きております。いろんな状態の生徒が生まれるのは良いってことで進めよう。ってめっちゃ点滅からの。体育祭に向けて体力鍛えておこうと思った結果、マッチョ大量出現。さあ体育祭、マッチョ成果出るかな？ここにはマッチョ、反映されないのね残念。さあ、まずは A 組を撃破だみんな。おしおし、このまま攻めて2位にはなっておきたいところ。どうだ？ちょっと厳しいか？微妙なところ。ここ耐えろイエス、なんとか踏みとどまった。よかった、なんとか2位まで行けましたね。まあもうここは諦めましょう、潔く。負けたけどよく頑張ったぜ、D 組のみんな。さあ、今年はバランスよくいろんな授業を、今はセンスを伸ばす技術のお時間。ってマッチョ多いとカオスすぎるな。お、一気に4人も変化が。まさかの普通に戻ってしまった。こういうこともあります、でもすぐに。おーなんだこれはド派手に進化。センス上げたら斉藤くん、サイケに。ちなみにサイケはファッションだと、蛍光色などド派手なことを言うみたいです。ってまた超絶進化が。定期テストに向けてちょっと基礎授業やりすぎたか？ガリベン大量発生再び。テストには運も必要ってことでクローバー探しとかも挟みつつ定期テストに向け準備。ここで中二病西村くんカムバック。ちょっと今回はバランスよくいろんな授業やってたからな、少々クラス全体の知力は低い中学力テスト。どうだろう、ここは勝てるだろうがちょっと2位までは厳しいかもしれん。さあかかってこい B 組。あ、これはもう無理そうですね、しょうがない。まあこの3年目の目標は多様性、いろんな能力を伸ばしていろんな職業にが目標。そんなこの結果は気にしなくていいな。それじゃあ3学期前にここで生徒たちの確認。我がクラス一番の秀才、佐藤くんはずっとガリ弁。出席番号2番、坂本くんも現在ガリ弁。その後は普通の生徒が続くけど。まあバランス的に普通の生徒が一番多いのは自然っちゃ自然よね。西村くんは卒業まで中二病で入れるかな？ずっとマッチョな高橋くんはどんな職に就くのか、ワクワク。サイケの斉藤くんは奇抜ファッションモデルとか、授業のサボりはファッション雑誌。動き中二病。そして卒業間近、ここで初の変化が。この姿は？ナルシスト。中山、魅力が上がりすぎてナルシストになっちゃいました。まさかの授業風景がこちら。バラのペンってお前どこで買ったんだそれ。そして授業中紙セットすな。それじゃあ3学期ラスト最後の授業、ここはせっかくなので早送りで授業中のみんなを観察。最後は無難に基礎の授業で行くぜ。状態によって授業の受け方、サボり方、質問の仕方などなど、いろいろ細かい違いがあるのでぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。あ、我々もただ見守っているだけなので、あれだったら6分30秒ぐらいまでスキップしてね。佐藤、落ち着けお前。こうやって見ると結構バランスよくいろんな個性を持った子がいるクラスに、卒業後の進路、今回は期待できそうです。はい、ここで最終授業、終了、1年間お疲れ様 D 組のみんな。で最後にめっちゃ変化。ガリ弁が増えてフィニッシュ。それじゃあメインイベント、進路見ていきましょう。いきなりクラス1の秀才佐藤、主の予想は教師だ。おい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 嘘だろ。ずっとガリ弁の1年で何でモデルなんだよ。嘘でしょ、3連続モデル。4連続。5連続。いやね、サイケでファッションすごかった斉藤くんはモデルとかなるかな、と思ってたけども。いきなりずっとガリ弁佐藤くんがまさかのモデル。はい、ここで7連続。やばいこれは嫌な予感。私は同じ名前でスポーツ万能だった高橋くん、消防士とか体力系の職業を信じてます。そうだった、まだ高橋に希望が。まあナルシストからモデルは納得。モラルの原田もダメか。さあ来たぞ高橋。
はい、皆様終了のお知らせです。まさかの全員モデルが濃厚となりました。なんでじゃバランスよく育てたのに先生の教育が間違っていたのか。はい、これで残すはモデル超濃厚斉藤くんのみ。はい。まさかの斉藤くんなのに国空、何この裏切り。はい、皆様どうも。本日は久々卒業。もうこれで4年目、あることに気づいた我々。卒業アルバムで職業につける能力の条件が見れた。体力750以上でつける職業。そして体力マックス3000でつける職も。ってことでこの4年目は体育会系クラス、勉強より運動メインで進めることに。ってことでひたすら体育のみ。ちなみに生徒を指導しないで放置するとやる気ダウン、不良になるとの情報が。ってことでただいまあえて放置中です。おお、早速、早くも不良化する生徒が？リーゼント不良きたー。サボり方もザ不良って感じ。そしてそして大量点滅。さあクラス終わりになってきたよ。まあね、ここまでやったらもう全員不良みたいってことで。イエス、不良オールスターズ。さあ、あとはひたすら体育やって1年過ごすだけでございます。と思ったらまさかの不良状態だと能力が上がらないことが判明。結構細かく設定が作り込まれている。これじゃあ体力就職できないのでね。はい、全員不良卒業でございます。ここから体育数回やって。あっという間のマッチョオールスターズ。絶対教室暑苦しい。このままひたすら体育で3学期ラスト。ですね、序盤の不良化のせいでちょっと想定外のことが。このクラスの体力お化けエース。岡田くんですら体力マックス3000届かず。ってことでここで5年目もマッチョ組決定。ちなみに体力750以上でつける職業は大工さんでした。今回は15人全員仲良く大工だったよ。やっぱ最初の数回、不良で能力伸びなかったのが誤算だったな。ってことで今度こそ、1年間みっちり最初から最後までひたすら体力強化。今回のエースは15番原だ。この子の体力を3000マックスに。一人だけ、あえて指導しないで不良に。不良後に何か面白い進路あるのかな？って感じの実験だぜ。はい、マッチョ14人に不良1人のカオスクラス爆誕。こんだけ体力バカなクラスに育てた結果。体育祭は全クラス倒し余裕の1位だった。何気にイベントの1位はこれが初。ただ学力は1ミリも上げてないので。瞬殺されたわ。でも原田体力マックス3000になったー。さあラスト授業、これでやっとマッチョな光景ともお別れね。ワクワク、体力マックスの職業なんだろう。あとは不良ちゃんの職も、他はまあ全員大工だろうから。うん、そりゃ大工だよな、これは知ってた。不良ちゃんは。なんだフリーターかつまらん。まあ能力上がってないからしょうがないか。そしてメインイベントマッチョ原田の就職先。まさかのプロのボディービルダーになったよー。いやなんか、いろいろとバランスがおかしいような気もするが。超レア職業解放できた卒業5年目でした。はい、皆様どうも、本日はまだまだ検証したいことが、卒業でございます。こちら、事前に新しい進路の解放条件が確認できるのでね、それで次はどうしようと思ってたら、以前大量発生させた悪の手下、それの上にさらなる悪進路が。なんと悪の数値3000マックスでなれる職業が。これはちょっと気になりすぎて夜しかぐっすり眠れないので、夜寝れていれば十分です。ということで6年目の目標、悪3000の生徒の育成です。それじゃあ早速やっていきましょう。もうこの1年はずっと悪魔先生だぜ。悪の授業だと先生、悪魔コスプレになります。尻尾ちょっと可愛い。すまんなみんな、高校3年の1年間悪の授業しかしない先生を許して。さあ、このクラスの悪のエースは誰かな？一応確認しておこう。注目は1番下の悪の能力値。おそらく1人、悪の初期数値も今やった悪の授業での成長率も高い子が。データな、出席番号6、渡辺くん。
ってことで渡辺を悪マックス3000で極悪進路に進ませます。一応残りの生徒も確認だけ。やはり悪3000目指せそうなのは渡辺だけだったのですが。あれれおかしいな。2学期ももう終わるというとこまで育てたのに悪の数値が低すぎる。前回、体力3000目指した時は1回のトレーニングで150以上上がってなんとかマックスいけたのに。これまさか、悪の需要だから不良状態じゃないと数値上がりにくいとか？ってことでちょっとこの年は悪マックス一旦諦め、いろいろ調べることに。渡辺くんを不良状態にし、悪の需要をやってみました。すると想定通り、160以上も上がった。これを1年間やり続けてやっと3000いけるな。やはりこのアプリアナドレン、細かいとこまでいろいろ作られている。ってことで翌年7年目。不良状態にするには授業中に指導したらいけないので、もう悪の授業&完全放置の1年に。教室無法地帯とかしております。でも1回試しで起こるとしょぼん、かわいい。ちなみに今回のこのクラスの悪のエースはまさかのミラクル起きちゃった？極悪不良高橋だー。はい、まさかの高橋くん、主チャンネルで大人気キャラ、極悪不良高橋とリンク。他の子よりも全然悪だぜ。あ、当然体育祭とかは瞬殺で負けです。ワンチャン、悪の数値で反則勝ちとかあるかと期待したが、さすがになかった。悪の授業放置し続けて2学期ももう終了。高橋くんの悪、順調に育っております。そして期末テスト。当たり前だけどこっちも秒殺。そして3学期ラスト、この授業後に間違いなく悪の数値マックス3000いけるとこまで。さあ悪を極めた高橋くん、君は卒業後、一体どんな進路に進んでしまうんだ？イエス、悪3000マックス極悪生徒爆誕。それじゃあワクワクの進路です。まあ高橋以外は全員悪の手先だろうが。まあこうなるわよね。って思ってたらまさかの一人。西村この1年で悪の道に染まらなかったなんか先生感動だー。まさかの想定外からの高橋。まさかの人間も卒業しちゃったよー。はい皆様どうも、本日は結婚やり込んでいる卒業。もうここまで来たら全進路、全職業解放したいってことで。テンポよく、どんどん新進路開拓していく様子をお届けいたします。まずは体力とちょっとの運と悪さが必要な進路がこちら。皆様、この能力でつける職業、なんだと思います？こんな感じでバランスよく育成できた1年。そしてさっきの答えがこれだ。すいません日本様、私たちの教育のせいで泥棒を生み出してしまいました。いや主は思った。泥棒とかいう極悪職業なのに悪の数値たった150以上って、それな。そしてここでまさかの初、一番なりそうなサラリーマンがやっと出た。確かに普通の学校だったら9割近くは将来サラリーマンだよなきっと。そしてモラルの数値過去最高できました。警察官これは先生も嬉しい。ちなみにサラリーマンに必要だったのはある程度の知力に体力、これは納得。警察官の方は、こちらも知力と体力に加えて、モラルは200以上、逆に悪は20以下でなれたわ。まあ悪の数値高かったら警察官なれないわな、現実世界はわからんが。お次は芸術系の職業2つ解放を目指し、かれこれ10年以上もうやっているぜ。かなり高い魅力に運、そしてセンスが必要なこの職業は一体何だろうか。この2つ解放を目指した結果、クラス全員中二病になったりラジバンだり、サボり方も質問も中二病でこの数、カオスだ。このクラスで挑んだ体育祭は、当たり前だけど瞬殺。まあ体力1ミリも上げてないからこうなるわな。さあ、これでお目当ての2つの進路が解放なはず。まずはセンスだけでなれるのか。デザイナーか、まあ予想ない、そこまで驚きがない無難な感じね。からの先ほど紹介したかなりなれる条件が厳しいこちら。1年間音楽の授業やりまくりで、なんとか魅力700超えたぜ。さあ条件満たしたナルシスと笹くん、あなたの進路は？スター来たー。なるほどねやっぱあの能力は芸能界。おしおし、これでもう半分以上進路解放。コンプまでもうちょい。次はこれだな。知力にちょっとの運に、そして結構な悪が必要な職業。泥棒よりも悪が100も多く必要な職業。皆様は何だと思いますか？
これ当てた人は天才かもしれん。はい、この条件を満たしてくれた佐藤くんの進路、見ていきましょう。悪がこれだけ高いけどガリベンって違和感ってか、賢い悪とか一番怖いパターン。さあ、ガリベンオールスターズ卒業です。ちょっと賢くて悪さもないとなれない職業、それは。はい、まさかの政治家だったよ、でもちょっと納得だよ。政治家、泥棒より悪レベル高いけん。それじゃあラスト、これまで解放した職業見ていっておしまいにするわね。それにしてもこの条件で政治家って、これ作った人面白い。まあ事実として悪い政治家っていっぱいいるからな、しょうがない。進路、1ページ目はコンク達成。2ページ目、残りまだ5コミ解放で、結構条件厳しいのが残っている感じ。でもテンポよくやって次回最終回か、多くともあと2回で終わらせる予定ですので、全職業解放まで、もう少々お付き合いくださいませ。それじゃあ本日もご視聴誠にありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。さあ1年間ずっと授業ボランティア、モラル1450超えたよな、さすがに。1426、わずかに超えなかったこの職業解放狙ったのに1年進めるの結構時間かかるのに。モラル最強で、悪の数値も限りなく低くないと進めない卒業後の進路がこちら。まさかの撮影ミスで、結果だけのご紹介失礼します。正義のヒーロー、悪魔に引き続きヤバい進路来ちゃったわね。おし、それじゃあ残りは4進路だな。次に狙うのはこれだ。ちょっとの知力にめちゃ大きな運が必要な進路。皆様、運がめっちゃ高くてつける職業、なんだと思いますか？主の予想ではギャンブラー。ってことで1年間授業、ほぼクローバー集めで運上げまくったら中二病対応。おかげで運1100以上、知力100以上、無事に岡田くんが達成。さあ進路、どうなったかな？ワクワク。さすがにほぼ運しか上げていないので、他の子は全員フリーターかしら？一応もう一人だけ。進路確認。残念、同じ名前高橋くんもフリーターか。さあ本命岡田くん。デイトレーダー？ちょっとピンとこない人もいるなこれは。はい、詳細がこちらです。株だな、株取引のデイトレーダー。てかこれは運より知力の方が必要のような。それじゃあお次、おそらく一番条件的には厳しいかも。知力1400以上に体力150以上。おまけにモラルとセンスが必要な職業、一体何でしょうか？うん、弁護士とかその辺っぽい気がするな。私も弁護士、医者、検察官とかかなと。それじゃあ答え、見ていきましょう。クラスは当然みんなガリ弁でフィニッシュ。なんとかこの条件、山崎くんが達成してくれた。さあ超優秀山崎くん、君はどんな進路に進むんだい？ちなみに今回はいろんな能力を上げたので。サラリーマンに。大工さん。そして本命山崎くん。おお、やっぱ予想してた通り、医者だった。でも冷静に考えたら、現実だと高卒じゃ医者にはなれないんですけどね。ああ、言われてみれば、盲点だったー。ちなみに詳細がこれ。まさかの医療ドラマに憧れて医者になってたー。それじゃあ本日最後はこちら。てか気づいたらもう21年目、どんだけやってんだ私たちこれ。次に目指すのは知力に体力に、正反対のモラルと悪が必要だと。これを解放して、やっとラスト1個に。少々ラスト1個は難易度高くまだ未解放。次回最終回、これまでの職業全部見ながらコンプするぜ。さあ知力に体力にモラルに悪、条件を満たした西村の進路は。まさかの泥棒の上位版来たー、怪盗。怪盗、ただの窃盗共犯罪者、モラルなんかあるかよ。わざわざ予告状を出すのは目立ちたがり屋さんって。これで右下、ラストの進路でコンプ。条件は知力1100以上に体力400以上、おまけに運にセンスと最難関レベル。それじゃあ最終回コンプとまとめ、お楽しみに。はい皆様どうも、長かったこのシリーズもやっと最終回。卒業。あと一個の進路解放でコンプです。高い知力にそれなりの体力、そして運にセンスが必要な職業とは一体。ってことでまずは体力の400を目指して授業開始。22年、この光景もう見飽きたなさすがに。
1学期は連続体育でオールマッチョクラス。最初は異様だった光景だけど、もう普通にしか感じない慣れって怖い。マッチョたちのサボり方、これも最初は衝撃だった。服を豪快に筋肉で破るも、すぐに元通りという神業。そしてこの基礎授業で判明するはず。いた、勉強が得意な橋本くん、彼で最後の食料解放狙っていくぞ。知力1100以上、勉強得意な子じゃないと無理ゲーだからな。1学期は体育いっぱいやったおかげで、見事体育祭は1位だったぜ。2学期は勉強頑張るも、惜しくも学力テストは2位。さあ最後の3学期、しっかりと能力見ながら授業を計画的に進めていき。まずは知力、体力の条件をクリア。あとは運と点数をちょこっと上げるだけ。普通の授業に見えて先生パレット持っている、点数を上げる美術の授業に。教室で四つ葉のクローバー探しで運アップ。こうして卒業間近、なんとか解放条件達成。これで最後の卒業式です。マジで長かった。編集じゃちゃちゃっとやってますが、かなりの時間プレイしてます実際。はい、橋本くん以外は全員、ガリベンから大工さんになったのでカットし、最後の食用、お披露目です。おお、宇宙飛行士、立派すぎる。うん、必要な能力的にも納得のラスト。合計22年、全部で300名以上の生徒を卒業させたこちら、これで終了。それじゃあ最後に、宇宙飛行士の確認とこれまで解放した進路を見ていきます。っておい、めちゃ賢いと思ったら月にウサギ住んでいるか確認って、志望動機がアホすぎたけん。それじゃあ進路、卒業生確認、フリーター96人多すぎ。サラリーマンも52人かなり多め、まあ解放条件簡単な職業はこうなりますね。最後の年も豊作、大工さんもたくさん。コックさんはわずか3名。何気にデザイナー29人も。スターはさすがに1人。モデル41人多すぎな。ガリベンからモデル大量発生してたからな。体力マックスボディービルダー、2人もいたっけ。そして泥棒よりも高い悪が必要な政治家さん。制作者さん、ナイスだぜおもろい。医者はかなり苦労して解放、さすがに1人で。うん、めっちゃ必要株のデイトレーダーも1名だけ。お、警察官も結局1人だけだったんですね。そして警察官の上、正義感強すぎてヒーローになった子も。悪の手下、懐かしいなこれ。そして悪を極めると人間まで卒業という。大魔王様、君は今どこで何をしているんだ。そして悪がたった150でなっちゃう泥棒。確信、令和にこのスタイル格好の泥棒ゼロ人説。からの上位版、怪盗さん。そして最後がさっき解放した宇宙飛行士ってことで。以上、卒業完結。これまで一度でも見てくださった皆様に感謝。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。